この世界は、人生は、辛くて苦しいよ。好きなものを好きと言えば、それが好きなんか、エロい、キモい、お前そんなんが好きなんかと笑われる。エロい、最低だなって笑われる。私が大好きな漫画は、そんなあんたたちの簡単な言葉に傷つけられていいわけない。私の大好きな漫画をあんたたちのそんなつまらない言葉で否定できていいはずがない。 SNS で作品批判したい人間もいるだろう。言いたいことをぶつける場所がないから、そこで好きに書く分に文句を言うつもりはない。でも何が好きなのって聞かれた。私は何が好きなのって聞かれたんだ。私は答えた。その私の好きな作品を、私が好きだって言ってる作品を、そうしたらエロいんだなって、エロいの好きなんだなって、総じてキモいなって、私が自分から紹介したわけじゃない、聞かれたから答えたのに気持ち悪いなって、そもそもあなた方には作品の芯が見えてない。エロさはおまけだろ、作品の芯は愛だろ、それは絶対かっこいいだろ。エロいものをエロいとしか感じられないあなた方は薄っぺらい。その薄っぺらい人生を武器に、その拙いエロいという陳腐な言葉の刃で私を切りつけるなら、あなた方に殺される前に死んでやる、死んでやると思って走った。話はここから、あえてこの時点でタイトルを伝える。それは絶対かっこいいんだもん。エロいだけじゃない、気持ち悪くない、私たちが思うその愛は絶対かっこいいんだもん。さあ、この物語はどう終わりを迎えるか。時間を飛ばして皆様には先に終わりを少しお伝えさせていただきたい。私は包帯で包まれて、それでも歩かざるを得ない。結局先生、私はこの世界は、人生は辛い、苦しい、そう叫びながら瞬間その女を見つける。私は鬼のような形相で女の腕を握る。私の話を聞いてください。信じられないかもしれない、私も正直に言うと信じられない話を今からすることになる。しかし、信じる信じないは今どうでもいい。あなたにどうしても伝えなきゃならないことがある。愛にあふれた話だ。愛にあふれた話をさせていただきたい。ここで真意を戻させていただく。深夜、私は徘徊していた。徘徊、読んで字のごとく目的もなくうろうろ歩き回っていた。うろうろ、うろとは漏れるものがあるという意味で、それは煩悩のことだ。何を言ってるのかわからないかもしれないが、とにかくそうなのだ。私は煩悩をまき散らしている。そんなことを考えているうちに、よく事故が起きるという噂の心霊スポットにたどり着いていた。私は息を飲んだ。水着で男が深夜にもだい苦しんでいる。何が起きているんだ。彼に何が起きているというんだ。すいません、大丈夫でしょうか。またも私は息を飲んだ。私の声は彼には届かないみたいだ。声が届かないということは、この世のものではない、証明されたんだ。世界初だ。幽霊はいる、幽霊はいるんだ。おい、何してるんだこんなところで。私は叫び出したい気持ちをぐっとこらえた。普通だ、普通の人間だ、普通の水着の人間だ。多少がっかりしつつ言い返した。何をもだえ苦しんでいたんですか。何をもだえ苦しんでいたんですか。もだえ苦しんでいた。はい。ああ、そう見えたか。苦しかったでしょう。踊ってたんだよ、音楽聴きながら。ダンスだよ。は？俺のダンスはもだえ苦しんでるおじさんに見えたんだな。まあ、ウケるな。
俺のダンスはもだえ苦しむ中年の叫び。メモっとこう。すまない、こんなところで誰かに会うなんて思ってなかったから。ああいう風にしてると、ああいう風にしてるとっていうのは、自分自身を解放するとアイデアが出てくるんだ。漫画描いててね。信じられなかった、こんなところで漫画を描いてる人に出会えるなんて、天地がひっくり返る出来事だ。私は思わず膝をついた。君全部声に出てるんだよね。なんという作品を描いてるんでしょうか。でもわからないよ。構いません、知らなければ買うだけなんで。SNS 鬼ごっこって作品が俺が書いた中では一番売れた作品なんだけど。全く知りません。まあ構わないよ。山本直樹先生のことは、山本直樹先生はお知り合いですか。え、いや、お知り合いじゃないよ。俺そんな有名じゃないよ。読んだことはありますか。あるに決まってるだろ、漫画書いてるんだぞ。どう思います、山本直樹先生の漫画どう思います。どうって俺がどうこう言えるような人じゃないよ、すごい人だから。エロいと思いますか。思うよ。エロいだけの作家ですか。は、いくつ読んだ先生の漫画。いくつ読んだ。エロくない漫画も書いてるよ。俺は別に好きじゃないけど、ほとんど読んでるよ。山本先生の何がすごいかわかる。エロくない漫画も描けるのに、エロい漫画を描いてるところがイカれてるんだ。確か先生は60歳を超えてる。60歳超えてエロい漫画を描くことがどれだけやばいことかわかる。俺には想像もつかないよ。別に山本先生のこと好きじゃないから、山本先生のこと擁護したいわけじゃないけど、エロいだけの作家ですかって質問すげえ失礼だから、二度と聞かない方がいいよ。あとね、俺腐っても漫画家だから、俺に他の漫画家の話聞くのも失礼だからね。何？泣いてるの？怖いよ。泣きたいのは俺だよ。私はここまで心を打たれたのは初めてかもしれない。今日まで自分は変なやつだから、極力人と関わろうとしてこなかった。でももしあなたのような人が存在するなら、あなたのような人が存在するんだとしたら、それを私は奇跡と呼びたい。今まさに奇跡が起きてる、その真っ只中に私は存在している。君全部声に出てるんだよ。私が欲しい答えをくれた人はあなたが初めてです。失礼な質問をして申し訳ございませんでした。いいよ、もうお帰りな。 あと一つだけ聞かせてください。何？水着、この寒空の下、その水着は何なんですか。今さら？怖くて聞けませんでした。チェーホフの銃だね。チェーホフの銃。チェーホフは劇作家？そう、文学の技法。ストーリーには無用の要素を盛り込んではいけない。弾を装填したライフルを舞台上に置いたら、それを発砲しなければいけない。水着の人がいたら、その理由を聞かなくてはいけない。は？え？何してるんですか？おなごは脱ぎ始めたんですけど、私はその時の光景を忘れることができない。おなごが深夜、この寒空の中、脱ぎ始めたんだ。ここはそういう、いわゆるプール的な場所なのか。そんなことを考えていると、女は踊り始めたんだ。先生、先生。人生には思ってもいないことが起きるタイミングがあるんだ。人生には思ってもいないことが起きるタイミングがあるんだと彼は言った。真夜中の心霊スポットにいた水着の漫画家と、突然やってきた謎の水着知女。私の頭は完全に混乱の渦の中。ここで話は一旦
過去へ飛ぶことになる。私の知らない物語だ。しかし私が知ることになる物語だ。どう？なんだよ。面白くない。は？どこが？いや、話がよくわかんない。どっからだよ。ちょっと待って、言い方改めろよ。え？面白くないって言い方すんなっていつも言ってるだろ。最初からよくわかんないでよかっただろ。ごめん。で、どこからよくわかんないんだよ。ちょっと待って、ちゃんと読み込まないとわかんないよ。俺才能ないのかもしれない。ちょっと待ってよ、俺才能ないのかもしれない。もうダメなのかもしれない。ちょっと待ってよ、もうダメかもしれない。大丈夫だよ、もうダメかもしれない。大丈夫だって。面白いと思えるようになるまで付き合うから。どの口で大丈夫って言ってんだよ。え？お前がつまんないって言ったんだろ。なんでそれで大丈夫だって言えるんだよ。だって今までだって。今回絶対大丈夫って言えるのか。絶対大丈夫だって言えるのかよ。うん。じゃあ大丈夫じゃなかったらどうするんだよ。え？約束しろよ。何？昔言ってた約束。もし俺が死んだら水着でお墓参りするって。冗談で言った話でしょ。一緒に笑ってたじゃん。俺の気持ちがわからないからそんなに簡単に面白くないとか言えるんだよ。だからごめんってちゃんと読むから。俺が死んだら水着でお墓参りしろよ。冗談でもそういうこと言わないで。絶対大丈夫なんだろ。俺は大丈夫だから。絶対面白くなるから。まず読ませて。何が大丈夫なんだよ。俺はいつ売れるんだよ。お前は俺の何に期待してるんだよ。何に希望が持てるんだよ。大丈夫だから。本当に今までだって最終的には作品面白くなってるじゃない。これも絶対面白くなるから。分かった。どこが気になるのか分かったら教えて。俺はちょっと酒買ってくる。お酒飲んだら書けないでしょ。話は私たちの場所へ戻ってくる。私は聞いた。彼の話を聞いて私も脱ぐことを決めた。先生の話を洋服を着たまま聞いていられるほど私は不作法ではないのだ。いや、脱がなくていいよ。いえ、そうはいきません。彼女はさ、彼女は毎月水着で踊るんだ。ここで俺が事故った場所だから。脱ぐなら早く脱ぎなよ。どっちでもいいよ。俺は家で戻っててね、思いつきやすいんだよ。あいつは何にも悪くないんだけどね。俺がただ酔っ払って段差を踏み外しただけ。車に飛び込んだのは全然あいつのせいじゃないんだけどね。俺が面白いものを描けなかったのも自分のせいだし、事故ったのも自分のせい。でも唯一の後悔は水着でお墓参りしてって話をしたところ。あいつ関係ないのにずっと罰ゲームしてるみたいなことになっちゃった。先生、
お前はなんで俺のこと先生と呼ぶんだよ。私は死んだんでしょうか。わからないよ。俺はここで事故ったってのはなんとなくわかるけど、君は何したの。覚えてません。最後の記憶は走ってるところです。私は死んでやるって思って全力で走りました。こけたんじゃない？え？全力でこけたんじゃない？あれ、どうしました？何が面白いの？死んだかもしれないんだよ。いえ、人生は辛くて苦しいんで。人生は辛くて苦しいよね。でも私は先生がいて救われました。だからできれば先生の作品読みたいです。君は何が苦しいのさ。自分の好きなものを否定されるのが耐えられません。そうか。でも君、走って転んだだけなら今はただ気絶してるだけで目覚めるかもしれないよ。あのさ、もし君がさ、もし君が目覚めたらさ、俺の彼女に伝えてくれないかな。俺はお前に助けられていたよって。俺の事故はただ俺が酔っ払ってただけだよ。それは先生が伝えてください。先生も死なないでください。伝えられないんだよ先生。イメージです。イメージしてください。何？起きるイメージです。ほら、音楽でも聞いて。ほら、こうです。こう。人にやられるとバカにされてる気持ちになる。早く。目が覚める。起きた。本当に起きた。私は転んだだけ、転んだだけであった。私は包帯に包まれて先生のことを思い出す。私は探さなきゃならないあの人を、私は伝えなきゃいけない先生の思いを。日々探すあの人を。私は包帯で包まれて、それでも歩く、歩かざるを得ない。結局先生。
私は、この世界は、人生は、辛い、苦しい、そう叫びながら瞬間、その女を見つける。私は、鬼のような形相で女の腕を握る。私の話を聞いてください。信じられないかもしれない。私も正直に言うと信じられない話を今からすることになる。しかし、信じる信じないは今どうでもいい。あなたにどうしても伝えなきゃならないことがある。愛にあふれた話だ。愛にあふれた話をさせていただきたい。話はここで終わりだ。ちなみに後日談だが、私が起きたタイミングと同じ時間に先生も昏睡状態から目覚めたことが分かった。先生に目覚めてたんかいと突っ込んで泣いた。もちろん今私が一番好きな漫画家は先生なのは言うまでもないことだ。かっこいいんだもん。見てくれてどうもありがとうございます。ありがとうございました。今ですね、はい、月に1回コント公演をやってまして、はい、その3月にやったコント公演の舞台版を Vimeo で販売してますので、はいはい、もうまさに今あの概要欄から行けるんでね、はい、ぜひ舞台版の方も見てみてほしいので、はい、買っていただけたらこれ幸いという形でさせていただき、はい、もう一回やるわ買っていただけたらこれ幸いという形にさせていただきます。買ってください。お願いします。お願いします。我々、はいはい、活動がですね、うん、あのもうできなくなりそうなところまで来てるんですよ。そうですね、はい、追い込まれてきて、はい、しまってまして、はい、あのね、ぜひね、あの買っていただけたら、はい、これはもうね、あの活動のしやすさがすごく上がります。確かに、はい、で来月からもね、うん、あのまたねコント公演やったらそれをドラマにしたい。はいはい、ドラマにしたいから買ってくれたら、はい、またドラマにしやすいなっていうところがあります。それそうです。はい、なのでね、ぜひぜひ買っていただけたら本当に嬉しいです。嬉しいです。本当に嬉しいです、はい、あとですね、はい、コント公演がまた4月は23日にありますんで、はいはい、4月23日の14時と18時の回、はい、ちょっともうもしかしたらなくなってるかもしれないんですけど、はい、うん、一応それも概要欄に貼っております、はい、ありがとうございます、はい、あの 何とぞ微妙の舞台版の方を買ってくださいという告知でした。はい、はいはい、今ねこの宣伝動画を見たせいで、はい、ドラマのことを忘れてしまった人は、はい、もう一回一から見直して、なるほど、はい、宣伝動画の前に止めてください。わかりました、はい、それでは本当にどうもありがとうございました、はい、また、今後もずっと一緒応援し続けてください。よろしくお願いします。なんで緊張したら僕がこうなってるの？歌いましょうか。いやいや、わせみたいに言うな。誰なお前は。何の監督？監督じゃねえ。監督じゃない？一貫でそっちの方が好きだね。宝で監督。